に見えるフィジカルの強い選手、しかしハートは非常にクリーン、プレーもフェアプレーの選手。さあノッチ、ノッチの下ポリリズムフットサル、見た、顔面ブロックさせる、右足を伸ばす、いやら左足、いや助走取りに行った。さあ式マグロ4番山西健太、刺身には醤油をスプレーするタイプ、まず乾和真から正確なボール、足元マグロよりもサーモン派の7番高木、足元に朝は収まれば面白いプレー、ああ顔面ブロック、笹田のアウトサイドのボール、タッチを出たものの非常にスキルのあるアウトサイドのキック、狭いところ逆サイド、今度は松、マッツデラックスから前か、狭いところさせないぞ500ザキ、さあ月刊男のところには通させない、まだカジキマグロがキープ、1点をリードしている赤のゼッケンカジキマグロ、後半早い時間帯で追加点を狙おうというプレー。はあなるほど、あれは何、ちゃんと止まってなかったということなのかな、後ろラインから25センチ離れてます、3年目に、おーっせー血管の左、あーらー見せてきたで、そのベール脱いできたで、先ほどチキンハートにも左のバズーカ派の選手を見つけましたが、いやー涼介鬼の戻り、後半はあんなコッテンに追いかけられたらすぐボール離すわ俺やったら、はいマグロの戻り、ホームページのムービーで顔面ブロックの勇気あるシーンが残っている、黄色の9番笹田、さあポリリズムノッチ、よいしょ、もうナイスダッシュ、 A ダッシュ、俺ら一般社会人やねん、ああやってちょっとダッシュするだけでも大変やねんけど、このピッチの上やとできてしまうんや、ゴール、カジキマグロナンバー2松尾デラックス。